いや、ガチガチですね。怖い怖い。おはようございます。山登りピーピーチャンネルのせいじです。今私は富士見パノラマスキー場の駐車場に来ております。今日はここから、ゴンドラに乗って入笠山に向かっていきたいなと思います。今日はね、この入笠山来たのは、ね、ちょっと目的がありまして、去年まで、マナスル山荘というので、ビーフシューが名物でやってた山荘があったんですけども、今年はちょっとそのビーフシチュー実はもうやってなくてですね、でそれに代わるメニューとして牛ホホ肉の赤ワイン煮込み、こちらをちょっと食べてみたいなと思いましてやってきました。入笠山はね、雪山最初の登るのにデビューに一番適している山なんじゃないかというふうに言われている山なので、ちょっと今回ね、次赤岳に行くので、ちょっと間開けずに少しちょっと雪山歩行をちょっと慣らしていこうかなという意味で、ちょっとこちらの方までやってきました。また今回ね、ちょっとウェアを新調したので、まあ、それは追って歩きながらちょっとご紹介していこうかなと思います。およそ700メートル先、右方向です。往復で2000円になります、はい、スキー場ですここで、山登る人あんまいないですね。で、ゴンドラ乗り場がどこだ。まずね、ちょっと風が冷たいしということで、これ、大和道のライトアルファオンリーフードですね。こちら購入しました。これもバラクラバ的な役割もあって、口元もね、こうやって隠せる感じなんですけど、これね、すごいいいのがここの紐でギュッてここ絞れるので、サングラスかけてても曇ったりすることがないっていうのがね、すごいちょっと今発見してびっくりしてます。これなかなか買えなかったんだよね。で、先日大和道の鎌倉店に行ってきまして、そこでこちら在庫があったので、もう即購入しましたね。はい、はい、今ここなので、今日はこっちから行こうと思います。で、ここですね、ここのヒュッテ入笠、ここで、牛煮込み、赤ワイン煮込みですね、こちらを食べて、で山頂に向かいたいと思います。今日ね山頂まで行くんですか。山頂まで今日は多分行かないと思うんですけど、前は行きました。あ、そうなんですね。すごい。
遊ぼうかな。はい、案内図ありました。危ない、ここまっすぐ下るとこだった。ここか。で、こういく感じですね。はい。危ない危ない。はい。で、今日の、レイヤーですね。今日は、まず上から。まず、一番下は、今日は、モンベルのジオラインの厚手の長袖ですね。でこちらを着てます。でその上に大和道のメリノフーディーですね。今まではメリノライトフーディーのグレーの服を着てたんですけど、メリノフーディーこちら、その上に着るタイプのやつですね。ベース中間着みたいな位置づけになるかなと思うんですけど、このメリノフーディーの上にこのキートンブロスの鈴木ジャケットを着てます。で今これでね、今動いてるからちょうどいい感じですけど、多分止まったらね、多分冷えると思うので、一応サックの中に、フリースと一応ダウンも一応忍び込ませてます。はい。で下は、モンベルのジオラインのタイツの厚手ですねに、大和道のウィンターハイカーパンツ。はい、もう今年の冬は今これ一択で、ズボン履いてます。この剣ジャケットすごく良くて、ベンチレーションですね。前までモンベルの、ハードシェルは右と左腕の袖の下にベンチレーションのチャックがあったんですけど、ここはもうここにあります。でこれ下からも上からも開けれる仕組みになってます。で今上までチャックしてますけど、ここからこの根元からね、開けることができます。ここからね開けることができます。チャックに紐がついてるんで、グローブしたままでもね、まくれるという感じですね。はい。で行ってる間に湿原の入り口かな。はいはい、よし。ということでちょっと今下ってますね。湿地帯なのでに向かって下ってる感じです。山彦荘見えてきました。10分ぐらいかな、すぐですね、出てきましたね。よし、全然疲れてないです。はい、リフト乗りた降りたところでね、結構風強くてここ寒いかなと思ったけど、やっぱり樹林帯の中は全然風が穏やかです。今のところ穏やかですね。気温は低いですけど、いやこれ、まあ、本当初めて登る人には本当にいいかも。今日は例年なく多分、ね、雪絶対少ないと思いますね。もう芝生も地面もいっぱいこの辺で見えてますからね。はい、ここは休まずに潰していこうと思います。あ、トイレ切れそうだね。ガチガチ凍ってますね。はい、ここの道を入っていきます。で道はすごい本当整備されてます。本当に雪山初めて登るって人には本当にいいかもしれない。
はい、マナスル山荘到着しました。ランチが11時からということですね。で、新しいメニュー、牛の赤ワイン煮ですね。こちら、食べていこうかと思います。あ、お食事にお客さん、はい、どうぞ。はい、じゃあ、お待ちしました。はい、牛ほほ肉の、あ、赤ワイン牛なのかな。はい、つやつやに気をつけてください。おー、美味しそう。すっごい大きいね、お肉が。はい、はい、うわ、はい、11時30分、ヒュッテ入賀山出発です。ここから山頂までだいたい30分ぐらいです。で、ちょっとね、だいぶ冷え込んできたんで、今この中にフリース1枚着きました。はい、よいしょ。いや、ガチガチですね。怖い怖い。いや、ということで岩場コースから行ってみたいと思います。龍ヶ山山頂到着。よいしょ。おお、360度絶景だ。龍ヶ山山頂です。1955メートルです。はい、はい、やりました。はい、ここからは360度絶景ですね。はい、雲海も広がってて、風が強い。さすが山頂。はい、バス箱が見えます。
作っていきます。山ニュートーサクです。口の中でね、飲んだ瞬間ふわっと香りが広がる感じですね。でこうやって嗅ぐ香りもすごくいい感じで、で苦味はそんなにないかなと思います。なのでコーヒー苦手な私でも全然これはね、香りも楽しめて味も楽しめて美味しく飲んでる感じで飲める感じですね。いやこれは美味しい。カズさんありがとうございます。これで少しずつコーヒー克服ができそうです。はい、という感じですね。こういうね、のんびり登山も全然いいっすね。時間に追われない登山、これは最高ですね、うん、ということで、今日は、入笠山、登ってまいりました。雪山のね、初めて登る雪山にとても向いてるんじゃないかなと思いました。距離も短いし、急登なね、登りがもちろんあるんですけど、適度な長さという感じで、で時間も当然距離がないので短く、あっという間に山頂に着けたん でまた山頂からの景色もね、本当絶景でした。今回360度本当丸々見えた感じでしたね。はい、これからね、初めて雪山を登ろうという方はね、ぜひね、この入笠山来ていただければと思います。途中ね、山小屋もあって美味しいランチも食べれますし、牛肉赤ワインに、これは本当絶品でしたね。ちょっとお店の中だからあんまり感想は言えなかったけど、肉が本当柔らかい、もうびっくりするぐらい柔らかかったですね。でかい。ここにもし来る機会があったらまた絶対呼びたい、食べたいなというような今日のランチでした。はい、ということで入笠山楽しさいっぱいあるので、ぜひね、皆さんお越しいただければなと思います。今日の動画はこの辺で締めたいと思います。次回はね、おそらく赤岳の様子をお伝えできるんじゃないかなと思います。はい、ということで、このチャンネルがね、いいなと思ったらぜひチャンネル登録高評価、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。来るときはね、あそこ登ってきました。で帰りはこっちまっすぐ行ってみようと思います。本当だったらここ多分雪で埋もれてるはずなんだろうな。ゴンドラ乗り場到着です。